はい。このネタ知ってる人いますかね。え、知ってるでしょ。みんな、え、嘘でしょ。いや、俺は知ってますけど。知らないの。これね、ハンカチはさっきやったやつね。うん。三輪さんがね、この組み方を編み出したんですよね。そうなのよ。そう、僕もいろんな形で試したんですけど、はい、全然うまく止められなくて。皆さんがビビってこうでいいんじゃねえのって言ったら、うん、それがめちゃくちゃ良かった。そうで、こ本当にね、冗談抜きでいい音なんですよ。聞きやすいし、本当にいい音マジで。だからね、これね、本当に流行る可能性あるんで、うん、皆さんに作り方をちょっと教えてもらおうと。これまず1個ね、余りがあるんで。そう、はい、まずね、はい、なんか彼女さん、ここで挟もうとしたでしょ、マウスピース。そうなんですよ。このハンガーはそもそもこのここがリードに接するように作られてます。あ、もう前提がそうなんですね、ハンガーって。これもうハンガー側がリード用にもう寄せてきてるんですよ。寄せてきてる。みんな知らないと思う。みんなハンガーの使い方間違ってる、ね。俺は知ってんだから。あ、なるほど。なんだけど、で、それで、まずここをね、180度、ぐーっと折り曲げます。はい、パワープレイですね。ね、ちょっとギュッてやりますね。これの時にコツは、こうやってね、こうなってるとすごく ずれますので、リードが。必ず、平行になるように。ああ、なるほど。こういう感じ。上手。上手。はい。で、あと、ここの部分ですね。はい。この部分を、こういう風にしていきますね。底辺を曲げていくと。曲げていって、まあ、なんならちょっとここ、引っ掛けちゃいます。はい。あ、いいですね。はい。まあ、こんな形にすると、あ、同じ感じになるかな。そうですね。はい。それで、マウスピース。はい。を、ここに。これ、はめるときはこうやって。はいはいはい。ここにあるんです。はい。よくできてる。もう動きがそれっぽいな。ハンガーの動きがそれっぽいな。そう、だから一人でこう、マウスピースつけて、こうやって、こうやって、と。こういう感じですね。はい。で、はまると、もう、スピードの接する面がここなんで。はい。で、あとリーが、マウスピースが上に当たって、ちょうどリーがここにね、当たりますから。はい。それで、まあ、手前につけると抵抗軽くなって、奥につけるとちょっと抵抗。ね、多めっていう感じで調整できますので、うん、これでやっていただくといいかなと。これね、ほんと冗談半分で一回やってみてほしい。一回やってみてほしい。ほんとに、プッて吹いた瞬間に、はっってなりますよね。まあ、ストレスフリーですから、ね。もうすごい。マジでびっくりしたからね。そうそうそう。いいと思いますよ。はい。というわけで、こんなね、ハンガチャ、はい、ぜひ皆さん、ご自宅で遊び半分で作ってみてください。で、よかったら、これね、つけて、みんなで入らせましょう。はい。はい、やろうやろう。はい。まあ、使わんけどね。